タケラジ公式アプリズームタケラの Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。タケダ塾チャンネル。タケダ塾教務長の中森です。タケダ塾教務の高田です。このチャンネルをご覧の皆様、グッドボタンおよびチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで昨日の動画でね、マーチカンカン同率は今から受かるのかっていう動画を投稿しましたら、コメントの方で国公立はどうなんだっていうコメントが来てましたんで、中森先生、今からでも国公立受かりますか？はい、受かります。おー、なるほど。まあ大学にもよりけりだと思いますし、まあそうですね、まあ、その子次第みたいなところもあるかもしれないですけど、教えてくださいポイント。共通テストに勉強全振りですね。なるほど。これだけですよ。下手に二次の対策に未練を残さないで共通テストに全力ですね、今から。武田塾のルートとかでも紹介してる、日大レベルと言われるようなところっていうのを、全教科しっかり固めて、共通テスト対策に、重きを置くということですね。はい、まず意識として持っとかなきゃいけないのは、基本的に足切りでしか使われないとかじゃない限り、共通テストは取れば取るほど有利だし、そもそも難関大学に行かれる人は共通テストを普通に取ってくるわけなんですよ。だから取れないイコール不利なんですよね、純粋に。共通テスト終わって目標点数達しなかった志望校を下げるわけじゃないですか。そうですね。共通テストで取らないとそもそも挑戦することさえできないわけですよね。そうなんですよね。だから共通テスト逃げ切り型が絶対得っすよね。間違いない。だから、あとは点数戦略ですね。やっぱその科目ごとの配点とトータルの配点っていうのはやっぱ違ってて、二次と共通テストの配点の大学でも科目が違ったりするんですね。英語が倍とか、数学が半分になるみたいな、ちょっと点数の違いとかがあるんで、そこはやっぱ大学ごとにちゃんと自分の得意科目の配点が高くなってくるようなところを目指すのが基本だと思いますね。そうです。学校の先生とか周りのみんなってやっぱ国公立目指してる子は二次対策メインでやると思うんですよ。でも逆転合格するなら、さっき中森先生が話したように共通テスト対策第一で自分の実力に合った大学選びをしてほしいですね。全部を高く取ろうとしないことが大事かなと思います、ね。おー、なるほどなるほど、はいはい。要するに8割取りたいっていう目標がある人がいたとして、全部8割はね相当きついと思う、正直。9割がいくつかあって、7割とか6割いくつかあって、トータル8割の方が多分狙いやすいかなというふうに思います。もう苦手科目で打ち止めするのってやっぱ数学が多いですか？数学は多いですね。もうリスクを背負いきれないケースも結構多いし、なんなら 1A8 割で 2B5 割ぐらいで、トータル7割狙いの人が、数学それぐらいの点数で受かるケースは全然ありますよ。その分利者とか点数取りやすい費用対効果の高いところで9割とかしっかり取っておいて、数学 2B もし苦手だったら5割でもいいよみたいな、伸びないところに時間を注ぎすぎるなみたいな考え方も大事だよってことですね。そう、捨てる科目があったとしても、捨て科目でもね、5割切ることってそんなないと思うんですよ、この勉強してないってわけじゃない限り、で、大体主要科目はみんなやるじゃないですか、だから理科とか社会が5割でも乗り切れんなら、無免でも下手すらいける可能性もあるわけで、そこはね、やっぱその、トータル何割取って、それぞれの科目が何点取れるのかっていう計算、ちゃんと立てることが本当に大事だと思いますよね。なるほど。で、この話聞くと、じゃあ二次対策どうするんだみたいな、1ヶ月あるじゃんっていう、共通の後っていう話。共通テストの点数高い人の方が二次の対策楽なんですよ、基本的に。だって実力あんだから、だから、共通テスト取れてない人が二次対策した方が手間かかるんですよ。例えば理科とかは共通テスト取れてる、結構取れたりするし、全然いけるんですよね。で、去年とかだと実例で言うと、どうしても行きたい大学が、二次物理しかないと。で、そこで、3割しか取れてないと、二次が。去年だからセンターか。センターで、ちょっと失敗しちゃって、9割取らなきゃいけないなと、二次で。物理をね。受かりましたよ、その子。1ヶ月で6割上げたんですよ。おー、すごいですね。っていう例もあるんですよ。だから、1ヶ月フルにその科目しかやんないとか、1科目、2科目ぐらいだったら割といけるし、国語とかだと記述対策だけじゃないですか、やるのって。だから、大して時間かかんないんですよね。そうですね。そっから東大対策するとか言われたらしんどいけど、地方国公立ぐらいだったら、そこまで急激に共通テスト比べて難易度上がるわけじゃないから、そこはちゃんと対策すれば、共通テスト後でも間に合うから、でも、共通テスト取れてなかったらリカバリーができないから、もう最初から差がついちゃうからね。だから共通テストの点の方が絶対大事なんですよ、基本的には。そうですね。共通テスト後の時間をみんな見落としがちなんで、その時科目絞れる分そこに集中して対策できるんで、意外と伸びるぞっていう、だから共通テスト最優先で動こうよっていうことですね。これちょっと一般にある受験の常識とは違う、時間が足りない人かだからこその戦略なんで、ぜひね、どうしても国公立行きたいって人はこの戦略を試してみてもらえたらなと思います。
実際ね1週間で100点とか伸びる人は伸びますからね、うん、対策しっかりすれば変わるんで、ぜひ、ね、諦めてやってほしいです、はい、今回は以上です。先日私高田が武田塾札幌校へ行ってきました。札幌校の渡辺先生、とても素敵な先生でしたし、教室の雰囲気もとても良かったです。札幌校の紹介動画上がってますので、ぜひ皆さんご覧ください。